どうもです、ベーシストの森田哲夫です。今日もよろしくお願いいたします。そんなこんなでですね、まあ皆さんね、今日見られてる曜日は木曜日ということでね、毎週恒例の、木曜のおしゃべりタイムということで、今日はね、まあ音楽のことについてね、まあ話していこうかなと思っております。まあ、今日はというより今日もなんですけどもで、まあ何の題材を話そうかなとか、まあいろいろ考えたんですけど、まあ下のコメント欄じゃないですね、タイトルのところに書いてあるので、もうなんとなくわかると思うんですけど、今日は練習ということについて、まあ少し話をしていきたいなと思います。なんかまあもちろんね、皆さんね、上手くなるためにやっぱ練習は避けては通れないし、まあ必須ですよね。だけどやっぱできることなら効率よくやりたいですし、まあその練習の効果がどんなところに現れているのかなとか、まあ効果的にねやっていくような感じでやれるといいですよね。やっぱり同じ時間やってもね、あんま上手くないのとならないのと、上手くなるのではね、やっぱ上手くなった方がいいと思うので、まあどんな感じで練習をした方がいいのかなっていう話と、まああとはよくね、普段どんな練習されてるんですかっていう風な話を聞かれたりとかですね、まあもっと言うと、プロの人ってもうプロやから練習しなくていいんじゃないのとか、未だに練習してるんですかとかよく言われたりするんですけど、まあもちろんそうなわけですよね。なんかね、まあこの世界、まあそのプロといっても、まあいろんなお仕事があるわけですよね。ライブ仕事、レコーディング仕事、講師業、まああとはもうこうやって YouTube に載っけたりとかっていうのは最近流行ってますけど、やっぱりその、まあ、プロに なるというね、そのカテゴライズもね、なんか囲碁の世界とかみたいに試験を受かったらなるとか、プロ野球の世界みたいにそのプロ野球球団があって契約したからプロになるっていうわけでもまあないので、なのでまあそのカテゴライズもまああやふやですよね、アマチュアとプロの。なのでやっぱりそのそういう世界でやっていくっていうのはやっぱりね、日々こう置いてかれないように、そしてまあ振り落とされないように、まあしがみついて練習していくしかないんですよね。なのでまあ普段僕がどんな練習をしてるのかとか、それは何のためにしてるのかなとか、そんな話もまあしたいなと思ってるんですけど、まあですね、僕もこう YouTube の撮影をまあ今もう一月ぐらい、まあ今ストックも合わせて40本ちょいぐらいできてるんですけども、まあやっぱりね、こう YouTube 撮影して毎日編集して毎日投稿していくっていうのは、やっぱ思ってた以上に大変だというのはやっぱり正直痛感しているところです。まあでもね、一応まあ最低でも100本、100日は毎日投稿するんだというふうに決めてスタートしましたので、まあ、そこに向けてまあ頑張っていこうっていう感じでやってるんですけど、まあもちろんね、動画はもちろんやるんですけど、まあ練習ももちろんしなきゃいけないと。この一月ね、ずっとやっぱり練習も継続してやってるわけなんですけど、やっぱりその動画編集とかもね、日によってはもう明け方ぐらいまでやってたりするときあるので、まあやっぱりちょっと練習の量がちょっと少なくなってしまう日っていうのもね、あったり、まあなきにしもあらずっていう感じですかね。なのでやっぱちょっとそれではいかんなと思ってですね、やっぱ最優先すべきことはやっぱまあそうですね、100本動画投稿すると決めてはいてもですよ、まあ100歩譲っても同等ですよね。なのでやっぱり練習っていうのはやっぱり欠かせない、毎日欠かせないねと思いますし、まあ確かね、すごいピアニストの93歳か94歳ぐらいまで生きた、本当にね、亡くなる2、3ヶ月ぐらい前に僕最後の公演見させてもらったんですけども、まあハンク・ジョーンズさんっていうすごいジャズピアニストの方がいたんですけどもね、もう亡くなりになったんですけど、まあ確かその人の言葉だったと思うんですけど、1日練習しないとまず自分がその異変に気がつく、2日しないと、なんて言ってたかな、周りの、ちゃうな、ハンク・ジョーンズさん、奥さんが気がつくだったかな。3日しないと仲間が気がつく。で、4日か5日しないともう仕事がなくなる。みたいな、ことわざというか格言があるぐらいね、やっぱり必要なことではあるので、やっぱりね、できるだけ優先してたくさんね、質の高い練習をやっぱり繰り返さなきゃいけないなと。いうふうに思っているので、ちょっと僕ね、一つね、自分に課せるということも含めてですね、一つアイデアを、思いついたところがあるんです。実を言うとですね、もう僕どれぐらいかな、3、4年ぐらい前から別のチャンネルで演奏動画っていうのをよく投稿してたんですね。まあよくってこともないかな、まあ、
編集してですね、まあ最初ウッドベースをこう取って、まあこの間イパネマの娘を見てもらったような感じですね。まあウッドベースを取って、まあそれに対してそのエレキベースでコードだったりとかメロディーだったりとかっていうのをオーバーダビングして、まあ一人でデュオとかトリオとかやってるような雰囲気の、まあ動画を作って、まあね、たまーに不定期でこう出してたりしてたんです。なんで、まあそのチャンネルが別にあるので、まあそこにちょっとアップしようかなと、ただ、まあその同じようにその演奏を編集して出すっていうのは、まあ多分、もうこの時間的にもう厳しいと思うので、まあそうですね、僕が今考えてるのは、まああまり皆さん興味あるかどうかわかんないですけど、練習している動画をもう一つのチャンネルで日々上げていこうかなと。まあ本当オープニングと、まあ全部じゃないんですけどね、一部こう、まあその練習してる模様を切り取ってこういうふうな、なんでまあ次の日とか3日後とかが違う内容をやってるかったらそういうわけでもないですよね。同じような一貫性の、まあこの後どんな練習してるかって話をしようと思うんですけど、一貫性の練習をしてるかもわからないので、まあ同じようなねものがこう続くかもわかんないんですけど、まあその辺をねちょっと抜粋して、まあ、スケールの練習とか、まあ、ジャズのスタンダードの練習だったりとか、ね、そういうリズムの練習だったりとか、なんかカテゴライズしたものを、こう、ボンボンボンとね、それはちょっとね、毎日とかやると大変だと思うので、まあ、不定期にしようかと思うんですけど、まあ、オープニングとエンディングだけつけてね、特に編集はせず、バババーンと流していくのを、ちょっとね、別のチャンネルでやろうかなとか、思ったりもしています。なので、今日はね、この下の、コメント欄じゃなくて、何でしたっけ、概要欄っていうんですかね、説明欄のところに、いつもだとこう挨拶が書いてあって、その下にまあ前の動画だったりとかっていう案内が書いてあって、まあ皆様にこと、まあ同じようなことをずっと貼り付けてるんですけど、まあ今日はねちょっとね挨拶の下に別のチャンネルのなんですかね、動画とかの、URL を貼り付けておきますので、よかったらね、演奏動画まだ見たことないっていう人はぜひ見てみてください。でね、もしよかったらそっちもね、チャンネル登録してもらったら、もう、くどいぐらいね、僕は練習してるのに、つまらーん、もうシンプルなスケールのね、いや、ほんと毎日こんなんやってんのみたいなね、練習とかをね、アップしていこうかと思うのでね、もしよかったらね、そっちも見ていただけると嬉しいかなと思いますけど、まあじゃあね、実際その日々の練習ってどんなことしてるのかなという話をしていきたいなと思うんですけど、まあそうですね、まあもうその毎回毎回この練習をしてるというわけではなかったりとか、あとまあその時その時の流行りがあるんですけど、最近僕がハマってるのだと、まず一つはですね、ちょうどね今ダイアトニックの話がね、1話が終わったところだと思うんですけど、まあ、そこで触れてるイオニアンスケールというやつをですね、まあ、2オクターブないしは、キーによっては3オクターブ、まあ、僕はほとんど練習するときに、まあ、このね、エレキベースじゃなくてこっちのねコントラバスを練習してることの方が多いんですよね。なのでコントラバスってやっぱりそのフレットがない分ね、音程ピッチを取るのがすごく大変なので、あとものすごく大きいです。2オクターブだともうここら辺からスタートしてここら辺ぐらいまで行くっていうね、見えないですよね、ってがでもハイポジションっていうとこまで行ってしまうっていうような楽器なので、まあ、その音程をやっぱり正しく出すっていうのはものすごく難しい楽器だと思うんですよ。なのでまあそのピッチの練習も含めて、まあ、2オクターブずーっと練習して戻ってきてみたいなのをやったりとかですね、あとはその、まあ、今後ね、ダイアトニックの話でもしてきますけども、ダイアトニックコードっていうのがあるんですけど、それの、分散和音っていうんですかね。まあ、コードに当たる、スケールではなくてコードに当たる音を、まあ、各々のキーの1度で下がって、2度上がって下がって、3度上がって下がってっていうのを、指板の端から端までやって、みたいなのとか、あとは、トライアドっていうのがあるんですけど、トライアドっていうのは何かっていうと、まあ、コードっていうのは4つとかで表されたり、4和音とかで弾かれる場合もあるんですけど、一番シンプルなのはまあ3和音なんですね。まあ2和音っていう場合もありますけど、まあよくコードで構成されるのは3和音なんですけど、この3和音、例えばメジャーだったらドミソですね。で、それをひたすらこう、ドミソドミソドソミドみたいな上がって、ものすごい跳躍なんですけど、そういうのをやったりとかですね。まあ、その辺が基礎的な練習ですね。まあ、基礎練の勧めでも言いましたけど、やっぱその時その時のレベルの基礎練っていうのは大事なので、あとはまあ、僕ジャズ屋なので、アイリアルというアプリを合わせて、まあ、ジャズのアドリブの練習だったりとか、まあ、あとはその、アドリブをやるにしても適当にやるわけじゃなくて、その、各々のコードのコードトーンだったりとか、今言ったトライアードのみを使ったアドリブの練習をしていったりとか、
まああとはそうですね、僕クリック大好きなのでクリックに合わせて、あ、もちろんあのスケールの練習とかはみんな全部クリックと一緒にやります。クリックだったりとか、あとは僕パソコンでね、あのピアノの音をシーケンサーって打ち込んでですね、それと一緒にピッチとかリズムが合ってるかなって言いながらずっとやっていくっていうのも練習したりするんですけど、もちろんクリックは常に一緒にやります。ただまあクリックに特化した練習ですね、まあ変なとこで鳴らす、例えば、しばらく前にイパネマの娘でやった一拍半だったりとか、まあ、2-4裏、まあ、もしくはもっとトリッキーな鳴らし方をしてシンプルなベースラインを弾いていく、もしくはアドリブのソロを弾いていくみたいな練習をしたりもしますし、まああとは曲を覚える練習っていうのもしたりしますね。やっぱりその曲をたくさん知ってるっていうのはすごくアドバンテージだと思うので、特に僕はジャズのスタンダードをメモリーしていくっていう、覚えていくっていう練習もしたりしますし、まあ今までのだと、まあ全部、まあ、まあ覚えるのを除いたら全部アウトプットの話だと思うんですけど、インプットもしなきゃいけないので、まあ素晴らしい人の音楽を聴いたりだとか、あとはその単純に聞き流すんじゃなくて、このフレーズをコピー、耳コピーっていうんですね。まあ皆さん聞いたことあると思うんですけど、耳コピーをして財布をしてみたりだとか、分析をしてみたりだとか、ただあんまりたくさんはしないですね。もうここからここのフレーズ気に入ったものがあったらそれをコピーするっていう感じで、それもまあベーシストばっかりじゃなくて、例えば素晴らしいトランペットのチェット・ベイカーさんとか大好きなのでよくコピーしたりしますね。あとはもちろんサックスだったりとかピアノの人だったりとか、 もちろんベースの人もそうですけど、まあなんかいいなと思ったものは何でもコピーするようにしてますね。まあそんな練習をやることが多いですね。なのでなんかこう、まあ、スタンダードを置いて曲を練習するっていうのはあるんですけど、これはこの曲を練習するみたいなのはもう今あんまりないかもわかんないですね。まあ、スタンダードの中でアドリブを練習するっていうぐらいな感じですかね。っていうのもまあ結局そのサポートとかで何十曲っていうベースを弾いていく、まあ、間違えないようにロストしないように弾いていくっていう練習はもうもはや練習というより、まあ、それはもう仕事だというふうな感じになってしまうので、まあなんかそんな感じの練習をすることが多いですね。まあ曲というのはあまりしないかなという感じになりますね。まあ曲っていうのはいずれにしても基礎的なものの集大成だと思うので、まああのね、もちろん僕みたいな段階じゃない人とかでも、もっと始めたばっかの人でも基礎的な練習をいっぱいやって、それから曲に結びつけてもらう、まあその基礎的な練習と曲を極力コネクトしてもらいたいなというのは思いますね。それでですね、まあ最後に、まあ今日ずっと話しっぱなしで、まあ回してるんですけども、その練習にはですね、最後にお伝えしたいなと思うのは、練習には僕は大きく2つの、種類の練習があると思うんです。それは何かというと、一つは、なんていうんですかね、ちょっと練習すると、まあ意外とサクサクっとできるようになる。けど、そのできるようになるものっていうのは局所的なもの。っていう練習方法と、もう一つはものすごく時間がかかるし、繰り返しやんないと、まあなんていうのかな、ちょっとやったぐらいでは何かが上手くなったって分かんないけど、いろんなものに応用が効く練習っていうのがあると思うんです。僕はその2つに大きく大分されると思うんですよね。でその時々によって、どっちをやってんのかっていうのを意識して、何のためにやってんのかっていうのを考えてやるとすごく効率が上がると思うんですよ。でそれはまあなんていうんですかね、僕よく例えで言うんですけど、前者の局所的なものっていうのは、宮大工さんで言うならトンカチとミノっていうんですか、ノミっていうんですかね、まああのこのあるじゃないですか、これをコン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 ってやって一箇所を深める穴を掘るみたいな感じですね。そんな練習だと思うんですよ。それはやっぱコン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 ってやったらすぐ深くなりますよね、穴が開くんで。深くなるんやけど、やっぱり場所はすごく局所だと思うんですよ。しかし後者の練習っていうのは、同じく宮大工さんで言うならカンナをかけてるみたいなイメージですね。毎日カンナをかける。カンナっていうのはスーッと、こうなんていうんですかね、かけたらこう薄い向こうが見えるような木のくずが出ると思うんですけど、つまりこうカンナを広くかけてもその深さってあんま変わんないですね。見た感じわかんないんです。だけど範囲はすごく広いわけですよ。でそれをしばらく1年2年、まあ、1年2年3年って分かんないですけど、まあ、1ヶ月2ヶ月3ヶ月繰り返してると、はっと気がついた時に、あ、1センチ2センチ深くなってたな。毎日削っていくような練習ですよね。1センチ 2センチしか深くなってないかも分かんないですけど、その範囲たるややはり膨大ですよね。そのような練習があると思うんです。やっぱりその初期段階ベースを始めたばっかの人っていうのは、
やはりね、局所的な練習で何かがうまくなったっていうのがすごく目に見えやすい部分は多いと思うんですよ。しかしやはりうまくなればなっていくほど、やはりその曲をやるとか、この曲がやりたい、そんな浅い話じゃなくて、もっと広い範囲をどうカバーして自分を深めていくか、楽器の習得を深めていくかっていう風になってくると思うんですよね。そうなってくると、本当の意味で楽器やベースを弾いてるのが楽しくなりますし、なんていうんですかね、有意義なものになってくるんじゃないかなと思います。で、まあこの間ね、この間というか、前回話したダイアトニック、これしばらくね、こうちょんちょんちょんと間を空けながら、今月いっぱいぐらいかまでで、やっていくスケジュールなんですけども、ダイアトニックの練習とか覚えるっていうのも、まさしくですね、まさしく、何か言いましたかね、まさしくまあ後者の練習ですよね。なので本編でも何回もくどいぐらい話してますけど、まあそういうね、広くなってく練習っていうのをね、広くね、深めていく練習っていうのをね、応用を聞く練習っていうのをね、いっぱいやってもらいたいなと。そして時々ね、バンドとかなんかやんなきゃいけない曲を局所的にやる。まあもちろんね、この後もうちょっとしたら話したいなと思ってるリズムトレーニングっていうのは、最初は局所的な練習になるので、まあすぐ上手くなってるとか、あ、これがって原理が分かってくると思うので、ね、その辺もね、もうちょっとしたらやろうと思うので、楽しみにしててもらいたいなと思ってますけども、まあね、ちょっとね、今日もまたこんな感じでね、ずっと話したら長くなっちゃうのでね、まあこの辺にしたいかなと思います。まあいずれにしてもね、定期的に頑張って練習していくことが一番大事だと思いますね。コメントいただいている方の中でもね、なんか毎日1時間基礎練やってますっていう嬉しいコメントをいただいている方もいます。なのでね、俺もやってるぞっていう方がいたら、ぜひコメントください。まあそんな感じでね、またね、皆さんとね、お会いできる日を楽しみにしております。まあそれまで皆さん頑張って、僕もね、今日これスイッチオフにしたら練習始めますので、そんなわけでまたよろしくお願いします。